はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ですね、今日はですね、もう梅雨明けということで、簡単にできるお団子のアレンジをちょっとやってみました。まあ真夏なんで、もう回りましたね。真夏なんで、なんていうんですかね、結構、まとめ髪とか結構したいかなと。もう暑いからで、ちょっと首もすっきり見せて、で、なおかつちょっとこの辺とかのこうルーズ感とかも、普通にこう引き出さないとダメなんですけど、ちょっとある方法を使ったらそんなに引き出さなくても結構ルーズに可愛くできる方法なので、いつもお団子でお悩みの方、よかったらこの方法で真夏のアレンジやってみてください。それでは動画をスタート。はい、じゃあまずオイルをつけていきます。先の乾燥がしっかりとなくなるぐらいつけてください。次はブラシで溶かしていきます。なるべく上に髪の毛を集めたいので、上に集めながら溶かしてまとめていきます。だいたいつむじあたりぐらいでまとめて、ゴムでしっかりと結んでいきます。結んだら毛先をギュッと縛っていきます。で、まとめた時に結構後ろのこの辺の部分が結構たるみが出やすいかなと、自分でまとめた時があるので、その時はここのまとめたところの一番こう内側の部分ですね、の髪の毛をグッと引っ張ってあげる。グッと引っ張ってあげるとこの辺のたるみがなくなって、ちょっとルーズ感が出てきます。で、横側の部分のここら辺のたるみも同様に、こっちの一番内側になる部分ですね、サイドのを引っ張ってたるみをなくしていきます。で、こういうちょっとこう分け目というか割れ目が出てくるところはちょっと引っ張って、割れ目を少し隠すようにしてバランスを整えてください。で、ここのトップの部分、ここもちょっとペタンとしやすいので、この部分を引っ張って、少しこう引っ張るとルーズな動きになるので、ちょっと引っ張ってバランスを調節してください。で、毛先の部分をくるくるっと少しだけねじってゴムの部分に巻きつけていきます。で、毛先を少しこう逃がすような感じでまとめていきます。で、巻きつけて下の部分ですね、内側の部分にツイスターピンをつけていきます。まずこの毛先の部分と根元の部分に引っ掛けるような感じでつけていきます。で、巻きつけた、ちょっと扇形になってるんですけど、少しこれを広げるような感じでボリュームを出します。で、なるべくこのピンの部分を押さえながらやると崩れにくいので、しっかりと押さえながら少しボリュームを出していきます。で、毛先に少し動きをつけていきます。ストレートアイロンで毛束を少しだけ取ってカールをつけていきます。で、最後にこうグレー毛の部分にオイルをつけていきます。この辺が結構しっかりとまとまっているとアレンジが可愛く見えるので、しっかりとつけてください。
はい、こんな感じで仕上がりました。極力ほぐしなしでできるお団子のアレンジ、暑い日によかったら参考にしてみてください。